平均 28.1 歳。これはプロ野球選手の平均引退年齢です。60歳過ぎても働くサラリーマンと比べるとかなり短いことがわかります。短期間で結果を残すために死に物狂いで練習し、体を酷使することが多いプロ野球選手。不規則な試合日程や世間からのバッシング、強度の高いトレーニングなどの影響で、気づかぬうちに体が悲鳴を上げ、気づいた時にはすでに遅かったということもあります。今回は突然他界してしまった選手やコーチを4名紹介します。小瀬裕之。2007年ドラフト4位でオリックスバファローズに入団した小瀬裕之。大学時代はリーグ戦通算打率3割5分を記録する安打製造機として活躍。大学1年の冬に母を亡くし、そのショックで一時は野球をやめようとしますが、野球部監督に説得され、プロに入って立派な墓を建ててあげたいと決意し、野球を続けプロ入りを果たします。ルーキーイヤーから頭角を現し、初出場の千葉ロッテマリーンズ戦で初安打初盗塁を記録。徐々にスタメンの機会も増え、試合を決める決勝スクイズを成功させるなど、クライマックスシリーズ進出を目指すチームに必要不可欠な選手になります。球団初のクライマックスシリーズは、ファーストステージで敗退したものの、小瀬はダルビッシュ有から猛打賞を放ち、近い将来の主軸になるとファンは確信。プロ2年目はイチローと共に自主トレを行い、天才と称され話題になります。序盤こそ出場機会が限られましたが、6月からはレギュラーをつかみ取り、登場曲のザ・ブルーハーツ電光石火が流れると、ファンは一打に期待しました。規定打席未到達ながらも、打率3割3厘の好成績をマーク。期待の若手として、坂口智隆、大引圭司らと共に、チームポスターに抜擢されるなど、順調な成長を見せました。しかし、悲劇は突然やってきます。2010年2月5日、宮古島での春季キャンプで滞在していたホテルの10階の自室から、2階部分屋上に転落死しているところを発見されます。24歳の若さでした。自ら命を落としたのか、または事故なのか、警察は両面から捜査を行いましたが、2月7日に当時の村山義雄球団本部長は、事件性がなく死因や遺書の有無についても警察から報告がなかった、と述べ、球団としてこれ以上調査はしないことを発表。死因などは不明のままになりました。当時のオリックス岡田彰布監督は小瀬の死について、昨日までグラウンドで一緒に野球をやっていた、そんなん考えられへんとコメント。死亡する前日のトレーニング室では元気がなく、帰りのバスでは頭からタオルをかぶって身を沈めている姿が目撃されています。京セラドーム大阪には献花台が設けられ、たくさんのファンが駆けつけ涙しました。球団は2020年まで小瀬の背番号41を欠番として、オリックス応援団は試合前のスタメン発表後に、小瀬の登場曲、電光石火をアレンジした337拍子を毎試合奏でました。2015年にヤクルトがリーグ優勝した際には、仲の良かった大引圭司が、ビールかけに小瀬のユニフォームを着て登場、天国の小瀬に優勝報告をしています。2020年から背番号41は外野手で誕生日も同じ、佐野皓大が背負い、チャンスでは電光石火を登場曲にし、今も小瀬と共に戦っています。藤井正雄。1994年にドラフト4位で福岡ダイエーホークスに入団した藤井正雄。1999年には当時のパリーグ最多ホールドの26ホールドを記録。篠原貴之、吉田修司、ロドニー・ペドラザラと共に強力リリーフ陣を形成し、チームのリーグ優勝に大きく貢献。炎の中継ぎと呼ばれる気迫あふれる投球が持ち味の選手です。入団当初の夢であった王貞治監督を胴上げするという目標も達成しますが、すでに藤井の体は病魔に侵されていました。夏頃からマウンド上で咳き込む様子がたびたび見られましたが、大車輪の活躍をしていたため、登板肩による疲れではないかと考えていたそうです。しかし日本シリーズ前の身体検査で異常が見つかります。余命3ヶ月の末期肺がん。藤井の病名は家族とフロント、首脳陣の一部、仲の良い選手だけに知らされます。本人には間質性肺炎と偽った病名が伝えられます。これはマウンドに上がるという気持ちがあれば、気力で病気を克服できるかもしれないから、という家族の懇願でした。本来は来季の戦力として見込めないため、解雇となってもおかしくない状況ですが、リーグ優勝に貢献した藤井に対して、球団は年俸倍増を提示します。
11月に行われた記念パレードの翌日に入院。2000年は入退院を繰り返しながらも、持ち前の強靭な精神力で治療に取り組み、2軍戦に登板するまで回復。これを見た王監督は、今すぐ1軍に上がってこいと電話しますが、藤井は、1軍に上がるということは誰かが2軍に落ちる、そんな甘いもんじゃないと拒否。1軍で登板することはありませんでした。6月末に再び入院。病状は悪化し、一部の関係者以外は病室にも入れませんでした。10月7日にチームが2年連続のリーグ優勝を達成すると、若田部健一が藤井の背番号15をつけたハリーホーク人形を持って胴上げに参加。その映像を見た藤井は涙が止まらなかったといいます。その6日後の10月13日、容態が急変し、31歳の若さで帰らぬ人になります。ON 対決で盛り上がった巨人対ダイエーの日本シリーズ第1戦は、ダイエー時代に兄貴分と慕っていた工藤公康と親友若田部健一のマッチアップ。両者は藤井の遺骨を忍ばせて登板し、藤井の気迫が乗り移ったかのような熱い投球を繰り広げました。今もなおペイペイドームの15番通路は藤井ゲートと称され、記念プレートと藤井からの最後のメッセージが掲げられています。2022年現在、背番号15は誰もつけておらず、実質的に永久欠番になっていて、現役時代を共に過ごした選手は少なくなりましたが、今もなお藤井の魂はホークスに宿っています。木下雄介。2016年に育成ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団した木下雄介。2年目にめきめきと頭角を現し、支配下登録されると、将来的に勝ちパターンを任せられる投手と首脳陣は評価。しかしプロ入り後は様々な不運に見舞われてしまいます。2020年はキャンプ中に試合復帰まで4ヶ月かかる左足首の大怪我をしてしまいます。強い精神力でリハビリと向き合い、復帰後は怪我前よりも球速が上がり、来季こそはと期待されました。2021年はキャンプから絶好調で、開幕一軍をほぼ手中に収めていましたが、3月21日のオープン戦最終戦で目を覆いたくなるような光景を目の当たりにします。8回表に登板し、日本ハムの打者と対戦した場面、木下がカウント1ボール2ストライクから投じた4球目、投げた直後に右肩を押さえて膝をついて倒れ込み、あまりの痛みにもがき苦しみ、自力で動けなかったため担架に乗せられて退場。診察結果は右肩脱臼の重傷でした。右肩の手術に合わせてトミー・ジョン手術も行い、シーズン中の復帰は絶望的になります。リハビリに取り組む木下に対して、チームメイトが木下の顔写真を使用した T シャツを作成して励ますなど、仲間に愛されている様子がうかがえました。しかし2021年7月6日、まさかの事態が起こります。練習の休憩中に息苦しさを訴え突然倒れ、意識を失い心肺停止状態に。トレーナーによる AED での処置後も意識は戻らず、病院に救急搬送されます。かなり力の入った激しい運動をしている最中に倒れ、先に心臓周辺に問題が発生、その影響が脳に及んで人工呼吸器を外すことができない重篤な状態に陥っていたと球団関係者は話します。木下の意識は回復することなく、8月3日に死去。27歳の若さでした。死因は家族の意向により非公表になっています。倒れる1週間前に新型ワクチンの接種を受けていたとされますが、ワクチン接種との因果関係は不明です。9月5日の中日対 DeNA 戦は追悼試合として開催。監督、コーチ、選手全員が背番号98の特別ユニフォームを着用。背番号98が描かれたマウンドに献花後、黙祷が捧げられ、木下の長女と長男が始球式を行います。子供2人と中日の選手がハイタッチする姿は涙なしには見られません。育成入団から這い上がり、幾多の困難を乗り越えた先の訃報、木下の突然の死を受けて野球ファンは悲しみに暮れました。木村拓哉。最後にもう一人、現役選手ではありませんが、試合前の練習中に突然倒れ帰らぬ人となったコーチを紹介します。球界のキムタクの愛称で親しまれ、広島、巨人に所属した木村拓哉さんです。投手以外のポジションは全て守れるユーティリティプレイヤーとして活躍し、2004年にはアテネオリンピック野球日本代表に選出。2006年にトレードで巨人に移籍した際には、広島は大きな損失をしたと言われるほど
貴重な役割を果たした選手です。巨人移籍後もいぶし銀の活躍を続け、原辰徳監督は拓がいなかったらと思うとゾッとしますねとコメントするほど高評価。堅実な守備や勝負強い打撃、確実性のあるバントも印象に残りますが、最も印象的な場面は2009年9月4日の東京ヤクルトスワローズ戦。ベンチ入りした最後の捕手が死球により退場したことで捕手がいなくなるという緊急事態が発生。広島時代に捕手経験があった木村に白羽の矢が立ちました。原監督は木村を捕手起用するため探しましたが、すでに出番を感じた木村はブルペンで補給練習を行っていたそうです。プロテクターやレガースはブルペン捕手から借りて急増捕手として出場。12回表にリリーフした豊田、藤田、野間口の3投手をリードし、三者凡退に打ち取ります。中でも野間口の151キロストレートで3アウト目の三振を奪った際のビタ止めキャッチングは何度見ても感動します。原監督はベンチを飛び出し木村に抱きつくように何度も肩を叩いて称賛しました。2009年限りで現役を引退し、2010年からは一軍内野守備走塁コーチに就任。指導者としてのセカンドキャリアがスタートしますが、その時は突然やってきました。2010年4月2日、広島東洋カープとの試合前のノック中に意識を喪失して倒れ込みます。その場で AED で蘇生措置を受けた後、病院に緊急搬送されくも膜下出血と診断。意識不明の重体から回復することなく4月7日に息を引き取ります。37歳の若さでした。当時の清武球団代表は、搬送された時点ですでにレベル5の最悪の状態だったとその時の状況を説明。目立った前兆はなかったようですが、ひどい頭痛に見舞われて2時間ぐらいしか眠れなかった、食べる量は変わらないのに痩せたと話していたそうです。4月24日の広島戦は追悼試合として開催。始球式は木村の長男が務めました。試合は木村と同い年の谷義朝が逆転満塁ホームランを放つ劇的な試合に、普段は寡黙な谷が打った瞬間に絶叫し、一塁ベースを回ると両手を上げて万歳、感情を爆発させます。お立ち台では谷は声を詰まらせながら、今日の試合はとにかく勝ちたかったと涙ながらに話しました。2012年に巨人がリーグ優勝を決めた際に原監督が、ようやく拓也にいい報告ができるとコメントをするほど、移籍組でありながら誰からも愛された選手でした。いかがでしたでしょうか。4名の訃報が報じられた時、ファンは事態を飲み込むことができませんでした。というよりも信じたくありませんでした。いつまでも彼らの勇姿を忘れることはありません。紹介した4名の思い出のプレーがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。私は小瀬選手のプロ第1号本塁打がすぐ近くに飛んできたことが思い出です。神戸の夜空に綺麗な放物線が描かれたことを思い出します。本日もご視聴いただきありがとうございました。